つく市ではおととい夜震度6弱の揺れで住宅の屋根瓦が落ちたり外壁が崩れるなどの被害が出ました市内では今日も住民たちが家屋の補修に追われていましたつく市では市役所1階に特設ブースを構え被災証明書の発行をしていて証明書がある人に家屋の補修用のブルーシートの配布をしています また、宿毛市によりますと地震で新たに市内の70代の女性2人が地震の揺れで大けがをしたことが分かりました1人は転倒して顔の骨を折りもう1人は避難しようとして足を剥離骨折したということですが命に別状はありません。ここれれででで地震にによる人的被被害害は合わせて3件となりままました。ま、た、今日これまでに水道管の被害で 漏水などの報告が新たに6件寄せられたということです。